はい、ありがとうございました。そうですね、実際に使用前と使用後でその体の柔らかさであったりとか、まあ、動かしやすさといったところが本当になんか体感できるぐらいに変化していて、はい、なんかすごいまあ、アイテムだなというふうに思いましたね。そうですね、やっぱ足首周りの怪我とかは非常に、はい、起こりやすいですし、まあ、そうですね、やっぱそのあたりのなんか予防とかにも役立つかなと思いましたね。そうですね、実際にやっぱスパイク打つ時のその回線の動きであったりとか、あとはそのレシーブの時の足腰の柔軟性っていったところですね、安定性だったりとかが、やっぱりこの、そうですね、使用させていただくことによって非常に向上するかなっていうふうに感じました。そうですね、やっぱり練習後のストレッチであったりとか、あとは練習前の柔軟度ですね、このあたり本当にしないで入ってしまうと、はい、本当に怪我が起こりやすいので、はい、ここは大事にしています。